トム・メッシェリーは、ロシア系アメリカ人の元バスケットボール選手。満州のハルビーン出身。NBA のフィラデルフィア、サンフランシスコ・ウォリアーズ、シアトル・スーパーソニックスで活躍し、背番号14は、ウォリアーズの永久欠番となっている。ロシア名は、トミスラブ・ニッケルジェビッチ・メッシュ・チャーコブ。ロシア語表記は、トム・メシェリーこと、トーマス・ニコラス・メシェリーの父は、 ロシア軍人であり、2月革命時には注意だった。母は、貴族階級出身であり、彼女の父は、ケレンスキー暗殺も計画した反革命分子だった。二人は11月革命から逃れるために亡命し、亡命先の満州で出会い結婚。ハルビンで、メッシェリーが生まれた。世界に、第二次世界大戦の影が忍び寄る中、まず父が渡米。しかし母と、 メッシェリーは父の後を追うことができず、対戦が勃発。母とメッシェリーは東京の強制収容所に収容されることになった。まだ幼かったメッシェリーの最初の記憶は収容所の中であり、米軍による迷うの空襲の恐怖だった。収容所内での生活は食料不足に悩まされることもあったが、女性や子供ばかりを集めた収容所だったため、 日本軍による虐待などはなかったという。終戦後、ようやく父の待つアメリカ、カリフォルニアへと移住。ジョセフ・マッカーシー主導による赤狩りが始まっていたため、この頃、トーマス・メッシェリーと改名した。少年時代はテニスに熱中していたメッシェリーだが、次第に背が伸び始め、8年生の頃からバスケットを始めるようになった。高校は、 ローエル高校に進学し、卒業する頃には、多くの大学から勧誘されるほどの選手に成長。セーメアリー大学カリフォルニア校を経て、1961年の NBA ドラフトで、フィラデルフィア・ウォリアーズから全体7位指名を受けて、NBA 入りした。ウォリアーズでは、ウィルト・チェインバレンと共にプレーした。メッシェリーが、ウォリアーズに入団した1961から62。 シーズンはチェンバレンが、伝説的な1試合100得点、シーズン平均50.4得点25.7、リバウンドを達成したシーズンである。チェンバレンに得点が集中し、さらにポールアリジンやトム・ゴーラら優秀な選手が揃っていたが、メッシェリーは1年目から12.1得点9.1、リバウンドを上げる活躍を見せた。メッシェリーはその荒々しいプレイスタイルから、 フューリアスロシアンという異名を与えられ、このシーズンに記録した通算330ファウルはリーグ1位となり、また毎晩のようにテクニカルファウルももらっていた。ウォリアーズがフィラデルフィアからサンフランシスコに移転した2年目の1962から63シーズンにはアライジンとゴーラがチームを去ったため、メシェリーはチームの第2オプションに昇格し、 キャリアハイの16.0得点9.8リバウンドを記録。オールスターにも初出場している。翌1963から64シーズンには初めて NBA ファイナルを経験するが、ウォリアーズにとっての旧敵ボストンセルティックスに敗れている。1964から65シーズンにはチェインバレンがチームを去り、ウォリアーズは一から出直すことになった。チームは 新エースセンターのネイトサーモンドを中心に再考され、1966から67シーズンにはプレイオフを勝ち進んでファイナルに進出するが、彼らの前にかつてのチームメイト、チェンバレン擁するフィラデルフィアセブンティー・シクサーズが立ちはだかり、優勝の夢は果たせなかった。メッシェリーは、ウォリアーズ最高のもう一人の立役者、リックバリーに出場時間を奪われるようになり、 二度目のファイナル進出を果たした。このシーズンを最後にシアトルスーパーソニックスに移籍することになった。スーパーソニックスは1967年のエクスパンションによって誕生した新生チームであり、メッシェリーはそのオリジナルメンバーとなった。ソニックスでの1年目ではキャリア初となる14.5得点10.2リバウンドの平均ダブルダブルを達成し、 翌シーズンも平均ダブルダブルを達成していたが、30歳を境に少しずつ衰え始め、初めて平均2桁得点をあった1970から71シーズンを最後に現役から引退した。NBA 通算成績は10シーズン778試合の出場で9904得点6698リバウンド。 平均12.7得点8.6リバウンドだった。引退した翌シーズンから ABA カロライナ・クーガーズのヘッドコーチに就任し、1シーズンだけ指揮した。成績は84試合35勝49敗、勝率417だった。バスケットから離れて、あとはネバダ州リノの高校で英語を教えた。セーメアリー大学時代。 文学史の学位を取得していたメシェリーは1974年にアイオワ大学で修士号を取得。詩人でもあったメシェリーは自身もいくつかの詩集を出版している。バスケットに関係した詩も多く発表しており、現役時代、共に過ごしたチェンバレンにも詩を捧げている。ありがとうございます。